ここまで4球団と対決しながら勝利を積み重ねてきて、そしてこれから戦うのは最後の初対決カード、阪神3連戦。このチームにも勝って、とりあえず1巡目をこのまま全戦全勝で終えることはできるのかというか、そのつもり満々ですから、そうなるようにやっていくよ。リアルな阪神は前半戦セリーグ首位チームで勝率も高く、だからこそこのリーグに加えてるんですけど、このリーグでは全然勝ててない模様っていうね、一番今勝っているものと勝ててないもの同士が初対決カードで戦う、負けることは許されないよね。戦力的にね、守る力はあるイメージです。ただ打つ力はさほどないからこそ現状このような感じになっている。この打線に対してこちらのローテーションは状態のいい今永をいきなり1試合目で、2試合目はダルビッシュで、3試合目何事もなければ佐々木朗希かな。ただ状態悪いのが最近なんか続いてる印象なんで、もしかしたらローテーションずらすこともあるかも。まあ戦力的にこっちの方が圧倒的に上なんだから、誰で行ったって勝てる。でも誰で行っても負ける可能性があるのが野球でペナントレースで、それに飲まれて負けないようにしっかりと勝利を積み重ねていきましょう。初期はね大差で勝つことが多いですからね。また俺がもうプレイする必要性のないゲーム展開っていうのも多いですから、まあ今日も勝つんだったらね、阪神相手ですし、そういう感じでいいですよ。どこでプレイしていこうかな。最近試合はエラーも絡んで、いきなり相手に2点を許す始まりになりました。ですぐ1点を取り返して同点とまではいかなかった。誰のエラーなのか気になるが、今ちょっと流れる試合を確認していきましょう。すぐ同点に追いついて、その後はい逆転、はいはい、まあこうなるんですけどね。結局その流れの3回、いつもは試合の中盤終盤をプレイすることが多いですけども、さらに畳みかけていこうと思ってる。また打たれた流れもあるからこそ、3回のマウンドを注目して流れをより良い方向に導いていきましょう。ちょっと今流れてる空気はさほど良くないかなと。今永ここまでこういう球数できて、内容的にも全然悪くはないんだけど、エラーが絡んでのこの失点で、そのエラーというのは誰に生まれたのかというと、あ、2個のエラーが岡本一塁手、まあ本職ではないからね、通常巨人でサード守ってる選手ですから、かといえど適正に関してはまあいいの41ということを考えたらエラーは仕方なし。流れを断ち切るべく3回の表という、なかなか序盤に注目することのないシリーズです。今日はあえてね。ただここで注目するということは、以降どんなことがあっても注目することはできない、あとは選手任せになるということ、いやそれでいいと思いますけどね。それが一番簡単であるべき姿であってほしいことなんで、それでよろしくって感じです。今永で簡単にいけるぞ。ミスは絡んで失点しただけ、己の力で失点したわけではない。ただ一発癖を持ってる選手だが、状態の良さがあるからそれも働くことはない。村上、お前のエラーもなく、てっきり村上が2個のエラーしたのかなと思ったんですけど、岡本なので、エラーする確率で言うと、侍ジャパンの中で一番高いのが今、3面で守ってる村上ですから、まあ、それを帳消しにする打力があるから、もちろんこれからも起用していくが、変えた方がいいかもね。サード岡本で、ファースト村上、そっちの方がよりチームとして、あ、でもなんか村上、ファーストしたらよりエラーが増えて、他の選手が好守備したその中で補給ポロリそうだから、やっぱないな。あいつに対する守備の信頼はないからやめておこう。かといってサードも問題やけどな、もう仕方ないその辺は。打つ分を期待してな。で簡単に追い込んで簡単に終われるか。最後はクロスファイアの直球、これで終わるんだ。もう外れたら意味ないけどね。スライダーはどうだろうか。ちょっと曲がりすぎてるんだよな。状態がいいってことは必ずしもプラスには働かない。曲がりすぎるということがあるんだけど、うん、それでも力で押せるからやっぱ状態いいって最高やんね。流れはいい感じで断ち切ることができたんじゃないかな。エラーも発生しなかったし、出塁自体も許さなかった。で打順の並びとしては7番の山田哲人、下位打線弱いんでね、あまり得点は期待できない。実際山田哲人見てよ、全然打ってない。これを途中出場で使ってんのもったいないでしょ。スタメンで使えばもっと打つやん。でも牧には守備がね、こいつもエラー持ちで補給能力もない、守備範囲も広くない。なおかつ横浜さんの選手っていうのがなんかちょっと頭を抱える部分だよね。大事なところでなんかようわからんバウアーがブチ切れるようなね、あのバウアーを怒らすようなね、変な守備をしてそれで負ける、考えられる光景だからなんか起用したくはないけど、ただこのまま打てないのが続くのであれば、さすが山田哲人はね、試合終盤の守備固め的な感じで、山田哲人を守備固めで使う時代が来たことが悲しいけどな。年齢的にはまだ全盛期というか、キャリアハイの数字を残してたっておかしくはないんだけど、まあ何かをきっかけに変わった選手だよね。かつての山田もういない。でもそれなりに打ってくれる山田や守れる山田がいてくれたら、それはそれで役立つんだけど、それもいないから起用も考えていかないとダメかな。やっぱ打てなさすぎ、俺が使っても打てないし、選手に任せてもあの数字で打点がないでしょ。実際下位打線チャンス自体は作ってるんですから、あの山田がストッパーになってるんですよね。あれのせいで得点が入ってない。あとはこの中村とかもね、そうですけど全然打てない。もともとショート守っていたのは源田で8番任してたんですけど、源田も守りはいいけど打つことができない。だから下位打線は普通に弱いんですよ、このチーム。なんなら阪神よりも弱いかもしれない。結局得点を取る流れ、それは作ることはできず、あとは選手に全て任せることになるが、それが故に何かが起こって弾けて飛んでないよね。ないこと信じて今永でいきましょう。まあ点差も3点差ですしね、一発浴びたところでそこまでのダメージもないし、これからも侍ジャパンが得点を取ってくれるでしょう。さあ楽に勝つぞ。何もそこに苦戦や難しさはいらない。
いけいけ。点差もっと開けた方がいいんじゃないかな。重いのか開かないね。3点差。いや、まあ、3点差あれば十分って感じですけども、ここで開くことはできず。ピッチャー変わりましたね。守備固めとも送られました。侍ジャパン逃げ切り体制に入ったところ、宮城で抑えていってもらいましょう。で、最終回には湯浅、あちらにもいる湯浅がマウンド上がって抑えてくれる。ヌートバー、またホームラン。これで、ね、何本目だ今季。すごい打ってくれてる。で、最後は伊藤ですね。簡単に締めて6対2。ヌートバー、これで今季5本目。そしてチーム最多の本塁打じゃないかな。後ほど確認していこうと思います。出塁能力も高くチャンスを作ってくれて、それがね、初回の得点にもつながっていて、あそこで1点取ってくれてなきゃ、そのままの流れでズル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 いって、手遅れになっていたなんてことあったかも。もう最高の1番じゃないですか。選べるからこそ不調がない。いつだって出塁できる。これが好調の波が激しい1番バッターだとそうはいかず、それが故に流れが作れず負けるんですけど、ヌートバー感謝それがないからね。ほんで岡本の感謝は取り返してくれる打撃はなかったが、まあでもこういう時もあって、ほんで他の選手が打ってくれて勝った。以上、それで終わりですよ。改めて再現選手のヌートバーのここまでの成績とともまずは能力を見ていくと、先も言った通りこの選手は公式に収録はされてない。同じパープルユーザーが作った再現選手で忠実に再現されてると思いますね。ヌートバーのいいところも悪いところも、それを踏まえた上で現在の成績見ていくと、13試合に出場して打率は2割7分3厘、まあ普通に打ってくれてるし、それよりも山田哲人の打率の低さも気になるし、やっぱ吉田はすげえなとも思うし、岡本もまあ打ってくれてるし、大谷翔平も打ってくれているし、なおかつここまで3勝でしょ。無傷の二刀流ってすげえなと思うんだけど、でも山田哲人がね、山田がねそこに行っちゃうな。目がどうしても、こっちに集中していきましょう。ヌートバーはここまで2塁打1本でホームランが5本で、この5本というのは岡本と並んでチーム最多、リーグ最多でもありますね。同じくオリックスの杉本も打ってますわ。こいつも侍ジャパンに選んで、いやまあいらないかな、打ってるのはいいんだけど、5本で9打点って少なすぎるだろうお前全部ソロじゃねえかっていう勢いやね。まあそれはヌートバーも同じですけどね、5本で7打点だからソロの比率としてはこっちが高い。まあ1番バッターだからっていうのもありますけどね。打点7打点で得点圏打率は2割。まあこの得点圏チーム全体でもっと打ってくれたらって感じなんですけどね。ほら通常時打ってる選手も得点圏だとね、まあ吉田とかめちゃくちゃ打ってくれてますけどね。11打数の7安打で6割3分6厘、確実に吉田のおかげでここまで来たようなもんですよね。その吉田に続いてもっと他も得点圏でと期待してるんですけど、山田とかほら9の0で全然打ってないし、通常時でもこれもさすがにちょっとスタメンから外していこう。これはこの試合以降ちょっと並びを変えていこうと思います。やはり山田哲人に関しては今現在使えない選手ということを考えたら牧ですね。守備の分を考えたらちょっと怖さもあるし、横浜さんの選手だから余計にそういう部分もあるんですけど、まあ打つ分はかなり期待できる。やっぱ打ってなんもじゃない、得点取ってゆとりある状況を作ったら守りなんてほぼほぼ関係ないですからね。それだけ守れる力はまず大前提こちらにはありますし、今日相手ピッチャー伊藤が状態絶不調。おいおいおい、この打線に対してそんな顔色できたらどうなるかわかるよね。君が無事じゃないと思います。体真っ二つにされてもおかしくない一日になると思うけど、どうか頑張ってこのように生きてどうぞ。残酷なスコアをお届けすることになる。今日も注目するのはもう序盤でいいと思いますよ。中盤終盤やっても多分その時点で試合が終わってる。相手ピッチャーの状態の悪さを考えたら、だから序盤のうちに注目する。なんなら初回からっていうのもありですけど、まあその部分は選手に任せようと思いますわ。ダルビッシュが簡単にピンチは作ったんだけどね。で、はいはいはい、大谷翔平のホームランがいきなり生まれるという始まりになって、さらに4点目ゲッチュ。ほらほら、はいはいはい、はい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 、あーごめんねごめんねごめんね、言ったでしょ言ったでしょ、そんな顔で出てくるべきではないと。こんな風になることなんて分かりきってるじゃないですか、試合前から。どうなるか、かわいそうにね。いい選択ができる監督だったらローテーションずらしてなんてことできたんですけども、それをしなかったからお前はここまでズタボロンされて。でもこれが野球なんでね、仕方がないでしょう。さあ打線爆発で、これもう序盤注目する意味もなくなりました。は？誰3点。まあ、さすがに点差が空きすぎてね、ゆとりありまくりで打たれるその気持ちもなんとなくわかるわ。はい、大谷翔平本日2本目のホームランで、これで通算6本目。結局大谷翔平がリーグ本塁打王になるっていうね。さっきまでヌートバートップだったんだけどな、短い夢やな。ヌートバーの本塁打王もあり得るかなと思ってた矢先だもんな。はい、また追加点ゲッチュ。打ちまくりですね。13対3、ズタボロですよ。本当にね、かわいそうなくらいに。はい、ヌートバーもホームラン。さあ、これで大谷翔平並んで、ヌートバーと大谷がトップ。なんて素晴らしい世界なんでしょうかね。その流れで8回の裏、まずやって、ほんで9回の表、俺の手で抑えていく。ほんで、ダルビッシュ何件ここまで来てるんですよね。このまま完投で行こうとしている。まあ、行っていいんじゃないですかね。こういうゲーム展開ですし、もうリリーバーの体力休められるのであれば、そしたら翌日以降、もっと楽な状態が出来上がっていって、簡単に勝利を積み重ねることができるわけなので、もうこのままダルでいこうと思います。点差はありますから、最後打たれて、まあちょっとね数字を上げたくはないんですけど、そういうことがあったとしても問題はない。この後ヌートバーの打席もあるんでね、大谷翔平を再び抜くためにも俺の手でヌートバーを使ってなんてことしていきたいよな。できたら気持ちいいんだけども、打てない選手ではないはずだ、ないはずなんだけど打ててない。最後まで強振で
ここもフォアボールを選ぶようなヌートバーはいらないことはないんだけどね。相手からしたら鬱陶しいよ、間違いなく。こんなスコアでもお前選んでくんのかいっていうね。それがヌートバーの良さなんだけど、それはいらないかな。もうテンポ悪くなるし。最後このままダルビッシュで行って、リリーバーを使うことなく終えることはできるのか。100球以上投げているお前、もう30後半のおっさんが、この9回に157出せんの。すげえな。ヒットこそは打たれましたけどもね。うん、これね、ターニングポイントクリアされたらちょっとまずくなるので、さすがにね。それをされないようにアウト積み重ねていきましょう。こんな点差でもピンチ作られたら、なんかありますからね。うん、まずいから。そんな、なんか不自然伸びたね。このまま行きたかったんだけどな。もうしゃあないわ、4点目与えましたけどね。9回投げてる時点でもうそれだけで価値があるから、もうピッチャー変えないよ、このまま行く。簡単にバトン当てられてる。やっぱ球威が落ちてるし、慣れの問題もあるわな。大山に対して終われるか。終わろうぜ。スライダーも全然曲がってるんで問題はないかな。クイック G 持ちの選手なんでね、ランナーが出ると鬱陶しいんだよな。やりづらさが増す。おう、今のスライダー若干危なかったが、最後外曲がるスライダー。めちゃくちゃ曲がっていて、WBC2009 の最後の場面を彷彿とさせるようなスライダーだったんですけど、振ってくれなきゃ意味ないね。スプリット、これも振ってくれない。うん、外すら、もう一球続けます。はい、真ん中失投。おお、危ない。救われた。相手のミスによって、さすがにこんな点差だから、相手の集中力ってやつも切れてるわ。もう一球外のスライダー続けてみよう。反応はない模様。アタックポイントクリアされた。ちょいとめんどくさいですね。最後までダルでいきましょう。これシフトを引っ張り警戒にして、同時性脳筋で引っ張ってくるでしょう。引っ張らしてやりましょう。引っ張ればいいんですよ。乳首も打球も。それでいいと思いますね。初球。流して、北がそこはいる。アウト！大量点差があるんだから、それ勝つのは当たり前で。まあ、余計な追加点は最後ありましたけどね。ただ、ダルで完投したことによって、また大谷翔平。うわーこれいいな、最高でしょう。もう日本国民絶頂なシーンやね。大谷とダルビッシュが同じチームのユニフォームを着て、同じお立ち台に上がってインタビューを受ける。別におかしな光景でもないですよ。これから何度だって見られる光景のうちの初めてを見たってだけであって。あ、そうだ、ダルビッシュ何気にこれ初めての勝利だったんですね。まあ、そもそも登板機会ここまであまりなかったわけですし、そして大谷翔平のこの活躍で今大谷とヌートバーが本塁打ランキングトップに立っている。さあ結局初対決カードは一度も負けることなく最後の試合を迎えて、それが終われば一巡することになりますから、もちろんね、一巡するつもりでここまで来たわけなので、最後も負けないように大差で勝つゲーム展開が続いている。あ、ローテーション通り行けば佐々木朗希だったんだけど、やっぱ状態悪いからこそ今日はローテずらす。あー、でもどうだろうな、前もずらしてるんですよね。さすがに過保護に扱いすぎじゃないかな。悪くたって抑えて、いやでもリスクを取ったらね、何が起こるかわからないからこそ、かといって先発で投げれる状態のやつがいない。さすがに山本もこんな体力だと活かせない方がいいしね。じゃあ他のリリーバーを今日は先発で使ってみる。そういう日があってくれてもいいんですよね。てかダルビッシュが完投してくれたから、そういう起用ができるんですよ。連日にわたって日ハム勢の活躍で勝利してますからね。だからこそ伊藤を使ってみようかな。今の日ハムのエースといえばこいつでしょ。最後もあっさりと、もう俺の手でなんていうつもりはないですからね。もう選手が打ってくれて簡単に勝つことが理想ですから、先発で起用した伊藤は初回ピンチ作ったが結果ゼロで、前の試合のように序盤から早い得点を取ってくれたらね、伊藤はより簡単投げれるでしょう。吉田正尚の状態がいげつないですから、1打席目凡退してますけども、チャンスで回した美味しい。は1点、まあ1点与えたのはね。でもその1点をこっちが取れてない。相手西純也、完璧に抑えられて、思ったら鈴木誠也のホームランで、得点取れない。うん、次の2点目を取るのはどっちになるんだ。少なくとも相手に与えてはいけないことは分かってる。これはちょっとプレイする場面大事なとこロでもないですね。はい、大谷翔平の今季7本目が決定をつけるホームランですね。あやー、負け原にも生まれた。あ、結局はこういうゲーム展開になるんだ。もうどうなることやらと思った矢先のこれですわ。結局俺がプレイせずとも勝てる状態にあるから、別に無理くり俺がやる必要はないっていうね。まあ、このまま最後9回を締めていく感じでいいでしょうね。その道中にいろいろとピッチャー変わりながら来ていて、それでも得点がかなり入っていて、マウンド上がってるのは宇田川。すでに21球投げて抑えてくれてますけども、最後も抑えていきましょう。リアルだったこの宇田川がね、侍ジャパンを経たことによってより強くなるのかなと思ったら、そこからダメになって今2軍ですよ。侍ジャパンに選ばれた選手の中では栗林に次いでか、もしくはそれと同じぐらいにちょっと悲惨なロードを歩いてる感じしなくないですかね。もっと順当に行くはずだったのにね、最高の道を描けてる、進んでいけるはずだったんだけども、残念ながらそういう世界はリアルでは描けてないだけであって、この世界では違いますよ。まあ勝ちパターンで起用してる投手ではないんですけども、非常に抑えやすく力ある投手だからこそ伸び伸びとね、侍ジャパンで得た力を形に結果に表していきましょう。今日の中野、おっ
と最後の打球は、いや大丈夫、今度も取れる範囲で簡単に抑えてゲームセット。阪神相手一度も負けることはなく、始まりはどうなることやらと思いましたけどね。結果伊藤が6回投げての2失点、与えるタイミングの悪さもあったけど、そして大谷翔平また連日渡ってもう喋ることないでしょ。今日は初めてからリリーバー起用に設定している投手を先発で起用する。まあこれからもたびたびありますよ。やっぱ状態悪い先発っていうのはローテを回避してより良い状態の時に投げた方がいいですから、前日完投しているとリリーバーの体力が休まっているからこそこういう起用もできる。一人の頑張りがチーム全体につながってきますからね。ここでこいつが頑張ってくれたら、翌日以降こういう起用法で、こういう起用法でとか、シーズントータルでこういう起用法でっていう感じでいいことだらけですからね。まあそういう意味では誰の前日の活躍には感謝で、チームの連勝は15連勝ですか。別に思うことは何もないかな。ここまで勝ってきたのは当たり前ですよ。だってこれからだって勝っていかなきゃダメなチームなんで。だから15連勝したバンザイバンザイっていう通常のペナントだったら絶対喜ぶところ、このシリーズは喜びの感情がない、当たり前やろと。リーグ1巡を終えてここまで15試合で15勝を挙げたうちですけども、やっぱりその中大谷翔平の存在感の大きさっていうものを肌身痛感してますね。ここまで防御率は 0.90、 3勝0敗で無傷の完璧な投球をしてきた上で、今回のこの活躍もあって打率は3割3分3厘7ホーマー18打点と二刀流としてチームを引っ張っていってくれている。例えば大谷翔平がもし足を引っ張るようなことがあったら、ここまで来れなかったかもしれない。やっぱ大谷翔平のおかげで勝てたことはあるし、そしてこれからだってそうですよね。このチームの主軸はヒーローは主役はお前で、そしてこれからもヒーローになる瞬間はたくさん作っていく。でもやはり大谷翔平が苦しむ瞬間、スランプになる瞬間、それは必ず来ると思うんですよね。その時チーム全体で支えていって、大谷翔平とともそれを乗り越えた上で前線全勝をする、それがこのシリーズのゴール。大谷翔平とともこれからもまだ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 勝利を積み重ねていきましょう。そしてこのシリーズまだ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 続くわけなので、興味があれば引き続き見ていただけると嬉しいです。